はい、どうもマキューです。今回は初投稿から1周年記念ということで、1本目の動画でやった、ノア×ナタのループを今回またやっていこうかと久々に思います。ではね、今回声出しで少し解説しながらやっていきます。まずはここ繋がないで、これでフィーバー入ると。で、多分この動画ね、プレミア公開でやってると思うので、質問とかがあったらコメントで、コメントしてくれればね、返すんで。はい。いやー、ほんとね、1年あっという間でしたね、YouTube 始めて。もう1年経ったんだって感じですね。さあ、最初は、ちょっと連打うるさいかもしれないけど、そこはまあ許してってことで、最初はとりあえずデカプニをね、できるだけ無駄にしないようにして消していきたい。よし。まあデカプニね、なくなった後がね、まあ大事なんでね、ナタはね。うん、まあその後が結構難しくなっていくから。いや、これ左上でデカプニ消しても、右消えないよな。よし、こっちを押して。いいところにね、1サイズのプニが降ってきてくれたね。よし。で、ここでタップ。よし。で、ボナナマもね、ちょっとね、全部は消さないで、ちょっとだけ残しておいて。ボナナマ結構ナタループ利用していくの大事だから。いや、ナタがちょっとスキル発動しなくて溜まってないな。どうしようかな。これタップして、もうナタ遅くかな。オッケー、これでね、ノア3つとナタが膨らんだから、これがいい状態だね。うん、今ボナナマを生かしてね、この状態になったから。よし。で、次の盤面がまた見ないといけなくて、オッケー、降ってきた。あー、ちょっとボナナマ押せなかったな。ノア久々だから、ちょっとタイミングがいまいちわかんないや。よし、これで全部というかね、悪いプニはないから、あのバフのプニがね、膨らんでほしくないから、できるだけね、バフを膨らまないようにして。よし、 OK、 これで膨らましてあげて。よし、これ左上はあノア膨らんでるね。これはラッキーだね。左上にノアのね、7サイズぐらいのプニがあるから、こっちをタップして、で、ここタップして、で、バンのプニを消してあげたいから、ここで。OK。これでノア3つとナタが膨らんで、いい状態にまたなって、これはここタップかな。よし。で、ちょっとボナナマがね、多いからね、なんとか消したいんだけど、むずいな。ナタループ久々にやるから難しいな。さあ、ちょっとこれはここタップして。よし、無駄消ししなかったね。今回ね、2体残ししてるから、ダメージカンスト以上のダメージ狙ってんだよね。なんか1億以上できたら出したいなと思ってやってるね。いけるかな？よし。今んところいい感じかな。うん。今んところいい感じ。さあ、ここタップして。これはもう仕方ないな。ちょっと今ミスったけど。ああ、ちょっと今ミスったね。完全にミスった。仕方ない。あ、でも降ってきてくれたから、まあなんとかリカバリー。リカバリーというか、あの、大幅なロスはね、まだね、しなかったから。ちょっとね、一発撮りだから、ミスあるのは許してってことで。よし、これね。あ、今ね、上のノアも繋げたかったな。ちょっとミスったけど。オッケー。まあ、なんとかこれで繋がってるかな。ちょっとね、難しいね。これでどうだろう、盤面は、まあまあまあ。いやー、ちょっと今ノア繋げれなかったな。
降ってくるかな。オッケー。ちょっと次に向けて一回デカプに作っといて、これはここタップして、オッケー、これでノア4つ膨らむ。いやー、たまんないよね。ノア1個でさすがにたまんないわ。で、いやー、降ってきてほしかった。お、ナイス。これめっちゃでかいね。あ、でかいでかいでかい。いや、あ、待って、ミスった。今完全にボナナマ当たってしまったね。いやー、これはもう運ゲー。ノア消えてないけど、アーマードか。一応運ゲーに勝っていって、で、まあ一発撮りだからまあね、ちょっとミスもあるのがまあちょうどいいぐらいかなってことにしといて、まあまあまあ1億いけたからまだいいってことにしておこう。うん、まあ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 、うん、1億ちょっとだね。とりあえずね、1億いけただけね、ミスはあったけどよかったかな。うん、でちょっとね、多分これだけだと寂しいから、このあとね、その初日にね、リュータ単体のその今回の新しいリュータかなんでやったと思うんだけど、単体であれまだレベルとか育ってなかったから、フル育成、まあ G も4まで、フル育成じゃないけど G も4とかトツとか7もなって、レベルもマックスした状態でどれぐらいダメージが出るかもやっていきます。さあ整地できたということで、リュータ単体でねやっていきます。いや、 やっぱね、初日でも、初日の動画でも、ダメージカンストはできたから、やっぱせっかく育成した状態だから、いや、1億以上ダメージ出したいね。うん、まあ、フリウンも結構、絡んできちゃうけど、うん、まあ、運も味方にね、つけて、いいダメージを出していきたい。おっと、オッケー、めっちゃ威力出るね。いや、リュータね、技演出かっこいいんだよね。うん、めっちゃ好き。あと見やすくていいかな。うん、まあスキルもね、まあ振りとかではないけど、まあそんなスキルも悪くはないし、うん、不動ライザーとかかな、うん、それと組み合わせてあげたら結構スキルは、まあベストとかではないかもしれないけど、スキルの組み合わせでねサポートできると思うから、うん、結構いい性能をもらってるかなって。うん、いやー、これプニ消えないな。いや、プニ消えないとダメージ出ないからね。ちょっと今のはドンマイだね。ドンマイっていうかミスっちゃったね。いや、降ってきたか。これもう1プリのやつ押しとけばよかった。今ちょっとプニ揺れすぎてね、押せなかったね。オッケー、押しといて、降ること祈って押しといて、いや、振らないんかい。オッケー、振った。さあ、これはまあここタップして。いや、ギリギリしっかりたまんないと。オッケー。いや、どっちか振ってほしいね。振らんときついな。いや、全然振らねえ。よし。さあ、これ振ってほしい。オッケー。なんとか繋いだ。いやー、ちょっとこれ、ダメージカンスト危ういぞ、これ。いけるかな？ダメージカンストも危うくなってんな。オッケー、オッケー、オッケー。いきなり流れ来たか？よーし。オッケー、オッケー、オッケー。よし、いや、降ってほしいな。なんか、ここはここタップして。オッケー。いや、フランカー。どっちか降ってくれ。頼む。オッケー。もうここは勝負出るか。もうね、小さいプニじゃなくて、ここ大きいの消して、よし、勝負に勝ったね。よし、これで。
よし、アスカのスキルさっき発動したおかげでこれで溜まって、いやフランの回これフランと終わりだな。オッケー、いやこれもさらにフランと無理っていうな。オッケーオッケーオッケー、最後に奇跡起きてる、奇跡起きてる、振った振った振った、いやでもこれ無理だね。待って、1サイズのやつ消そうと思ったけど、あでもこれダメージカンストいけそうだね。うん、ギリ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 いけそうじゃない。うん、いったね、本当にギリギリまあまあまあ、ダメージカンストいったからセーフってことにしておこう。うん、まあちょっともう少し出たかな、1億ちょっと。またはい、ってことで今回はね、ノアと、ナタのループと、リュウタのね単体の振りを1周年記念の動画でねやりました。でよければねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。でご視聴ありがとうございました。